中日、DeNA に5対7で敗北、オープン戦初戦勝利で飾れず。2月27日中日ドラゴンズは DeNA と試合を行い5対7で敗北した。初回に先制されるも、2回木下のツーランホームランで逆転し2対1に。しかし、3回に5失点、4回にも1失点し4回までに7失点。その後3点を返したものの5対7で試合が終了した。お通夜で、なんかあっさり終わったな。守備の差で負けたゲームやったね。今日は偉い手段やったな。5点もラッキーがあったとはいえ取れたのが良かった。8回で2点しか取れんかったのがもったいなさすぎやし、そもそも燃えすぎたわ。細川誰も打たんときいつも打ってるな。内容いいなブライト。あそこまで飛ばせるように加藤を仕立て上げたロッテに感謝やな。柳は2冠の年もオープン戦炎上してたし大丈夫やろ。今日に関しては村松野が堅実でいい守備してたな。打撃は置いといて土田と二遊間組ませるなら村松野がええかもな。ノーアウト2、3塁で連続三振はいかにも中日やったな。エスコバーを打てた細川福本でポジっていけ。福本エイナ代打の切り札に使えるわ。ブライトと福本が結構面白い存在やな。村松内容悪くないよ、全部正面に弾いてるし三振しないから。村松は2、3年目くらいになれば打てるようになると思うわ。村松は状態上がってるように見えるから普通に期待してる。とりあえず今年は若手次第としか言いようがないわ。阪神でヤニキがやったことを6年遅れでやろうとしてるのが今